Hey guys, it's me, Maria. 皆さんこんにちは、マリアです。ちょっと髪の毛もボサボサやし、あのメイクね、今してる途中なんですけども、今日はちょっと自分が喋りたいなと思ったことを喋ろうと思って、この後ジェシカとちょっとスタバ行こうと思ってるんですけど、マットもジェシカもレオも全員違う部屋で今昼寝してるから、全然なんか動画撮られへんくって、なので今駐車場でメイクしながら動画回してます。はい、でもこうやってちょっとあの手も進めていかなあかんから、メイクしながら始めていきたいんですけども、今日はねいじめについてちょっとお話をしていきたいと思います。なんかね、もともと自分がいじめられとったっていうのもあるし、やっぱり子供がハーフやから、そのいじめられそうやなみたいなことを結構周りに言われるから、どうやって対処、自分にできることを子供たちにやっていこうかなっていうのを今日はシェアしたいと思います。自分が学生の頃にいじめられてた話っていうのからしていこうかと思うんですけど、これは動画とかで私今まで喋ったことないかもしれません。なんでかって言ったら、なんか自分その当時はめっちゃ辛かったらしいし、自分もなんか嫌やったなみたいな思い出はあるんやけど、もう10年以上前の話やからあんまり覚えてないっていうのもあって、ただ今日はシェアしなあかんから、自分の思い覚えてることをあの思い返して思いを伝えます。なんか時期的なことを言うと、多分小6の時と中学入ってからすぐくらいの時までやってんけど、やってたその大元みたいなのが男の子やったんよ、私の場合は。で、特にこの子に何かしたとかじゃないんやけど、周りから聞いた話とか、あとあと自分が高校とかね、大学になってから周りの子に聞いて原因が分かったのは、なんかシンプルにそのやきもちっていうか、なんかね、割とね、私が住んでた地元のエリアが家庭環境が良くなかったりとかする子が多い地域で、でも自分はあのおじいちゃんが会社やってて、お父さんとお母さんもそこで働いてたりするから、まあそれなりにこう裕福ではないけど普通の生活を送ってたんよ。多分それで年に何回か会社の旅行ということで海外連れて行ってもらっとったりとかしてんのが羨ましいっていうのが、結局多分そのいじめのターゲットになった最初の原因やって、中学になってからはなんかその男の子が筆頭に、なんかあいつこんなんやでみたいな、私の嘘の噂を流したんよ。ほんまにこれ簡単に言うと、この大元の男がこの女の子と付き合おうとしてたと。で、私はこの男が好きやからこのカップルを邪魔してるっていう謎な噂を立てられて、私からしたらはみたいな、こいつマジで嫌い、もう犬猿の仲なくらい喋りたくもないし会いたくもないような存在のこと好きなわけがそもそもないやんか。やのにその噂を流されて、女の子のいじめっ子チームみたいなのがあったんよ。で、ここがえみたいな、そんなこの子とこの子の邪魔するマリアって最低みたいな、でなんか学年で無視されてはみたいな感じやねんけど、私はその時理由が知らなかったんよ。もうこれ知ったのもほんまに大学くらいになってからかな、あの幼馴染に言われて、え、そんなんで私いじめられとったみたいな、知らんねんけどって感じやねんけど、結局の延長線上やね。小学校の時に私のその家庭環境が周りよりもいいからっていう妬みを買って、で中学入ってからそのしょうもない噂を回されたっていうところが始まりやってんけど、普通に学年で無視みたいな、もう学年よ、クラスちゃうで、学年で無視されて、なんかおはようとか言ってもみんなもうスッみたいな、あ、返事返ってこうへんわとか思って、なんか一人だけすっごい優しい女の子がいて、同じ部活の子やってんけど、でその子があのマリアが一人になったらあれやからって言って、ずっと一緒に移動の時とか、お弁当とかも食べようみたいな言ってくれてる女の子がいたんやけど、私がおらん時にその子を呼び出して、お前マリアと喋ったら分かってるやろな、みたいな。なんか中学独特の爪みたいなのをしてて、私はそれがすごいその時悲しかったんよね。別に自分が誰かに何かされても自分が耐えればいい話やけど、自分のせいでその友達とかが嫌なことをされるっていうのがめっちゃ嫌やって、だからもうそんなんされるくらいやったら一人でいいわと思って、うんだりうんがりなんかあって、夏くらいかな、入学してにはもうターゲットが変わってたのね。だそのいじめっ子の女の子集団も結局とりあえず誰かをいじめときたいみたいな感じやから、別に私がもういいわと思ったら次の子をいじめ始める、だからそれで終わったんやけど、なんかそれも後々聞いたんやけど、結局こんな見た目やしさ、ちょっとなんか
可愛いからってなんなんみたいな。あとはなんか調子乗ってるとか、別に調子乗ってないけど調子乗ってる見た目なんじゃないなんかそんなん言われたりして、ちょっと可愛いからっていじめられるとか、ちょっとやからなんやろなと思ったんよ。中学の時私普通に太っとったし、ツバ抜けてわーおみたいな美人さんとかじゃなかったから、あ、めっちゃ頑張ろうと思ってダイエットして、まあ、見返したいっていう気持ちじゃないけど、ちょっとって言われるくらいやったらめっちゃ可愛くなりたいと思ってすっごいダイエットして、で高校とか行ったらさ、みんな化粧とかも始めるやんか。でそんなんとかで自分なりにこう努力して、でその後にやっぱモデル事務所にスカウトされて入ったりとか、まあ、それなりにミスユニバースとかミスワールドとかミスコン、私その時当時は6回出て全部日本大会行って、そのうちの1回は世界大会行ったんやけど、日本代表で行って3位って一応結果を残させてもらったんよね。これ3年間でめっちゃ辛かったけど、ここまで私綺麗になるために努力したんよ。そのために英語も勉強したし、やっぱりミスコンって外見綺麗だけじゃあかんから、内面も綺麗にならなあかんし、内面の努力っていう意味で人のことを助けたりボランティアに行ったりとか、あとはその知性っていうところで英語も話せるようにと思って留学も行ったし、で自分をどん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 こう磨く努力をしていって、でそのやっとそこで、まあもともと私のことをいじめてた子とかがなんか、マリアって友達やねんみたいなことを陰で言ってるのとかを聞いて、でその時に勝ち負けで言ったらあかんやん。その時の私は若かったから勝ったと思ったよね。ちょっと可愛いとかで、ちょっとって言われるんじゃなくってズバ抜けたいってその時に思ったし、でミスコンに出会ったことによって、その自分の心も入れ替わったよね。やっぱりさ、いじめられる側ってさ、いじめられる側の原因があるって言うやん。で多分その時私にもきっと原因があって、もうトゲにトゲが生えてるような、もうトゲみたいな人間やったと思うよ。もうトゲトゲし知らんけど、もうトゲピーやほんまに。その時はだから気も強いし頑張ろうっていう気もあったけど、多分そういうのが気に入らんっていう人もおったと思うねん。でもこうどんどん周りに揉まれてね、やっぱりミスコンとか芸能の世界っていろいろあるから、そういうとこでも自分なりにこう人として勉強させてもらって、いじめる方がもちろん悪いよ。だってたとえいじめられる人がすごい嫌な人やったとしても、だからといっていじめていい原因にはなれへんから。本来であればそのいじめられる原因がある子、例えばさ、なんかポッて嫌なことをすぐ言っちゃう子とかさ、思ったことを口に出す子がいたとしましょう。じゃあこの人の対応として正しいのは、もうある程度距離を保って、そんなに深入りしない、もうおはようとかのよっともくらいで置いとけばいいと思うし、もしくはわざわざいじめにかからへんくっても、そもそもフラットな関係でいればいいと思う。友達までにならんくってもクラスメイトとかね、学校の子。なんでそれをさ、全員であいつ無視しようぜとか言って言うんかわからへんけど、私ジェシカとかレオにはそういう人間になってほしくないのね。いじめられる側ってもちろん原因もある。でも中にはそれこそ頭がいいとか可愛いとか、あのね、いろんなそういうその子が持ってる輝いてるものが羨ましくっていじめられる子も絶対いるから、そっち側の人間になってほしいって私は思うし、それでいじめられるってことはもっともっといじめてる子より優れてるってことやからね。でもっとよく言えば、ジェシカとレオに関してはいじめられてる子がいたら助けれるくらいの気持ちの持ちようで生きていってほしいなって私は思ってて、はい。で喋ってるうちにごめんなさい、顔面終わってるんですけど化粧がね。まあジェシカとレオに関してはもうちょっと幼稚園年中さんとか年長さんになってきたら空手を習わしたいなって思ってる。これはいじめの対象になって、例えばまあジェシカはないかもしれんけど、レオとか男の子やからさ、呼び出されてめっちゃボコボコにされて帰ってきましたとかさ、そういうのになったら嫌やん親としても。そうならないために、自分の持ってる強さで人を攻撃するのはあかんけど、自分を守るためにそういう力とかその強さを持っててもいいんじゃないかなって思ってる。例えばそれでもレオがすごい強いと、もうなんか黒帯持ってるとかさ、あいつ空手でめっちゃ強いらしいでっていうのが最初から知る渡っとったら、そもそも手出そうとしないと思うよね。だって素人が手出しても負けんの分かってるやんか。そういうステータスをもうすでに持っててほしいかな、あの子たちがそういういじめの世界に入るときに。
その武器を使って攻撃はしてほしくないけど、それを使って守ってあげてほしい。自分の大事な人、友達やってもそうやし、その時に彼女とか彼氏がいるんやったらその恋人にもそうやし、暴力を振るうのはダメやけど、いじめに発展する前に止めれるような人になってほしいなって私は思うから、ちっちゃい時から空手とか柔道とかそういう護身術できるようなことは習わせたいなって思ってる。で、きっとこれからジェシカもそのハーフ、レオもハーフっていうので悩むことが出てくると思うよね。変な話、日本によってもアメリカによってもさ、どっちつかずの状態になるわけやんか。今時そのね、ハーフやからいじめるっていうことは少なくなってきてるかもしれへん。そのモデルさんとか芸能人でもやっぱハーフの人って人気とかね、すごいあったりするから、見た目だけでいじめられるっていうのは、これはもう人として論外やんか。人格を否定してるっていうか。だからそうならないために、そうさせないために、まず環境づくりからと思って私は空手習わせようかなって思ってる。なんかね、今になったらその時そうやっていじめられてたことがあったから自分も強くなれたし、もっと頑張ろうって思ったし、何かに対して努力をするっていうことを学ぶことができたから、まあ良かったんかなっていう、一つの勉強やったんかなとは思うけど、その当時私が思ってたことは、この学校生活って、このメンバーと一緒に過ごさなあかんのってたった3年中学校のね。で、この後って自分がさ、学生の人生よりもさ、社会人として生きていく人生の方が長いわけやんか。20歳で就職したとしても60までおっても40年間は他に勤める。その後にも人生がある。で、このたった3年のせいで自分のやりたいこととか夢とかを棒に振るのがすごい嫌で、周りにすっごい気使ってたし、自分もなんかこれ言ったら嫌われるかなとか、これ言ったら嫌な思いするかな、あ、なんか今日こんなん言っちゃった、うわ、なんか嫌な思いさせちゃったかなとか、めっちゃ気使うタイプの人間やってんけど、私はその時、このたった3年棒に振ったとしても、残りの人生をこのいじめてきた張本人たちよりも素敵な人生を送りたいと思ったの。すごい悪い言い方をすると、勝ちか負けかって言ったら、残りの人生を勝ち組で降りたいと思った。だからこの3年間の勝ちはあなたたちにあげるから、残りの人生は私が勝つって決めて、私はすごい自分なりに努力したし、見た目に関しても勉強に関してもすごい努力したつもりだから、留学のね話とかもあるけど、1ヶ月頑張って自分が勉強したから英語も話せるようになったし、そのおかげで今マットと出会って、こうやってね2人の子供に恵まれて、自分はすごいいい人生を送ってるとそれなりに思ってるし、新婚さんいらっしゃいとかね、出てたり、こう他の方のインタビューとかで答えてる動画もあるかもしれんけど、ああ見えてめちゃくちゃボンボンやって、マットがやらしいよねこの話。でも言うたら、もう向こうのお父さんも、経営者で、そのクリーニング屋さんやってるんやけど、そのクリーニング屋さんも20何店舗とか持ってる結構大きい会社の社長さんやから、やっぱり家が3軒あるとか、各家に船が何台もあって、ジェットもあって、車もあってとか、その辺の私が知ってる社長さんとかよりもやっぱりいい生活をしてる方やって、でそんな人にも多分出会われへんかったと思うのね。マットに関しては別にお金だけじゃない、翻訳する1週間くらい前まで私マットの家計がそんなに裕福って知らんかったから、そんなん狙ってたわけじゃないけど、でもやっぱり自分が英語を勉強してて、人としてマットに好きって思ってもらえて、そういう巡り合わせがあったっていうのも、自分がその頑張ってきた頑張ってきたから出会えた相手やと思うし、今も自分でその会社を私はやって、もうすぐ5年目になるんやけど、英会話スクールって言って英語を話せるからそうやってできるようになったこととか、今もそのイベント関係も主にミスコンなんやけど、公には言ってないけど、割といろんなところでプロデュースさせてもらってるんよ。もうみんなが多分聞いたことあるようなミスコンとかミセスの大会とかの裏側に入って自分がやってたりね、これを表沙汰にして言わないのにはそれなりの理由が私もあって、そこは黙っとくけど、まあまあそういうお仕事とかも自分の経験からさせてもらってます。だからいじめられたことによって自分はすごい成長できたけど、残りの人生で私は絶対勝ちたいと思ったから、その3年間棒に振って勉強して黙って身を潜めてやりたいことに集中した。でもジェシカとレオには同じような気持ちに私はなってほしくないから、自分も守れる、人も守れるっていう意味で空手とかを習わしたりとか、あとはもう私が言うよね、もしあの子たちがいじめる側の立場に立ってるんやったらもう許さへん
そんな子に育てた覚えはないぞってなるから、そうならんようにちょっとずつその人との関わりっていうのを大きくなるにつれて教えていきたいなっていうのは思ってます。はい、ってな感じで、なんかすっぴんみたいなとこから始めてスタバはもう行こうかなと思ってたんですけど、全然全部喋っちゃったはい、こんな感じですかね。まあいじめに関してはそのハーフやからってね、いじめる原因にしてもあかんし、でもいじめられたらその自分が強くなるためのきっかけにもなるかもしれへんけど、あってはならないことやからね。だからまあジェシカとレオに関しては自分の身を守る方法と相手を助けれるくらいの心を持って生きていけるような人に成長してほしいなと思うし、私が絶対そうさせたいなと思ってます。今時ね、指先だけで嫌なメッセージとか送れるような時代ですよ。芸能人とかもね、結構すごいそれで心がしんどくなって命をねこう絶っちゃう方とかもいらっしゃって、もうそういうの見てても辛いし、それって指先でこうさ人を攻撃してるけど、学校のいじめとかって指先使わずさ直接でも攻撃できるわけやから、もうほんまにそういうのをなくしてほしいと私は思う。いじめる前に自分を磨け、以上そんな感じで、まあなんか次の動画はマットとね撮れたらいいなと思ってます。 See ya!